コンゴリアムサメの起源ははっきりとはしていませんが、16世紀頃、在地の豪族や武士たちが一般の勝利の願をかけた、政治の奴隷として流鏑馬を奉納したことがその由来であります。しかし明治以降を捉え、昭和25年、市から無形文化財の指定を受け、保存会を結成し伝統文化の継承に努力しております。まずはですね、一人の医師が砂丘場中央に入り、木例の浮き目矢を弓に加え、天と地に対し弓を引き絞り、天下太平、五穀豊穣、三人息災を祈念いたします。続いてその矢を的に向け放ちます。これは奉納が無事終了することを願い込むお祓いの意味があります。この神事を保存会本堂が執り行います。それでは皆様ご覧ください。続いて甲冑騎射流鏑馬の奉納に移ります。甲冑を着た医者が騎乗し、騎射場中央に馬を進め、的板に向け一射油絵を放ちます。本来騎射流鏑馬では甲冑を着た医者が騎乗し行うのですが、馬を走り去りながら、本当的に立つのですが、今は静止して歌させていただきます。奉納流鏑馬も以前はこのやり方で行われておりましたが、以前の名残を残す儀式でございます。当保存会の蘇我及び小川が執り行います。皆さんどうぞご覧ください。見事まとめ抜きましたら、皆さん盛大な拍手をよろしくお願いいたします。頑張れよ。
目続きまして、発注部社の今年から立車を取り行うことになりました。発注部社の立車は、2名で取り行います。東保存会の橋本と小原が取り行いたいと思います。よろしくお願いいたします。Thank you.